このようにですね、1弦だけを使って単音を高速で連続でこう弾いていくフレーズですけれども、まあ、トレモロ奏法というふうに言われています。で、まずはですね、こういうフレーズを練習するときは、一つの音だけで早く、まず弾けないとダメですね。ですから、まずはどこか一つフレットを決めてですね、この一つの音をとにかく早く弾けるようにいろいろ工夫をしてみてください。で、まあポイントはもちろんこの右手ですね。右手をどのようにして使って弾くかっていうことですね。で、これをいろいろですね、早く弾く場合に、それぞれいろいろなタイプがあります。で、ピックをこう持ちまして構えまして、で、肘ですね。肘をボディの脇につけて、で、あとですね、もう腕をどこにもつけずにですね、手をどこにもつけずに浮かした状態で早く弾く方もいらっしゃいます。ですからもう腕を使って弾いてるんですね。だから横から見ても手がどこにも触れていないということですね。と、あとは右手の平の部分ですね。このあたりをブリッジのあたりにちょっと固定させて、で、手首から先だけをこのように振って、早く弾く方法ですね。で、私の場合はですね、このようなフレーズを弾くときは、ピックを持っていない余った指ですね。それをギターのボディの表面につけてですね、距離をちょっと保ったままこのようにピッキングするんですね。そうするとピックがこう深く入りすぎたり空振りしたりっていう可能性が低くなります。だからちょっとボディに添えてやって、このように弾きますね。で、私の場合はブリッジのところに手を添えて弾くときもあれば、ブリッジからもう手を浮かしてですね、この余った指をギターの表面に置いて、このままですね、ピッキングします。ですから、当たっているのはこの肘の部分と、ピックを持っていない余った指がボディに接しているということですね。で、あとはもうピックだけがこのように当たった。このような状態で弾くこともあります。で、それほど早く弾く必要がない場合は、やはりブリッジのところもきっちりですね、手を当てて、このように弾いていますね。で、あとはですね、これぐらい速いフレーズになると、やはりピックの種類っていうのがかなり重要になってきます。で、これもですね、やはり様々な材質、様々な厚さ、硬さですね。で、形状も先が尖ったものからそれほど尖ってないものまで様々なピックがあると思いますので、まあ、実際にですね、このフレーズをコピーしてみて、ちょっとできないなとおっしゃる方は、今お持ちのピックとは違うタイプのですね、ピックっていうのを、5枚ぐらいですね、5種類ぐらい用意して、で、こう練習していくと、だんだんですね、ご自分に合った形状、硬さっていうのが、見つかってくると思います。で、現在私が使っているはこのような、ちょっと先が尖ったような感じですね。で、厚さは2ミリぐらいの厚さでも、指でこう押してもしならないぐらい硬いピックを今使っております。で、あとはですね、弦にどのような角度でピックを当てるのかっていうのも非常に重要ですね。まあ、正面から見て、まあ、弦がこういうふうにありますが、弦に対してピックが平行にですね、当たってしまうと、非常にですね、弾くときに、引っかかりが強すぎてスムーズに下に抜けてくれないですね。で、下から上にアップで弾くときもそうですね。全く同じなんです。ですから、このように弦に対して平行にピックをまず置いて、で、その角度からですね、クイッとちょっと傾けてやるんですね。で、この傾ける方向っていうのはどちらでも構いません。このように親指がクッとこういう角度で、私の場合はこういう角度になるんですが、逆のこういう角度ですね。逆向きにピックを傾ける方もいらっしゃいます。で、このままこのように、こう弾く方もいらっしゃいますね。
でも私の場合は逆向きですね。平行からこのような形。ちょっとこっち向きに傾けて、弾いていますね。ですから今、早く弾けないとおっしゃる方ですね。一度弦に対してどのような角度でピックが当たっているかっていうのをちょっとチェックしてみてください。この角度をちょっと変えてやるだけで、飛躍的にですね、スピードアップするっていうこともよくありますので、ちょっと角度っていうのを気をつけてみてください。で、あとこのフレーズの場合はですね、まあゆっくり練習していく際に、ちょっと頭に留めておくと、スムーズに進むというポイントなんですけれども、音がこう動いていきますね。で、動いて音がこうチェンジするときはですね、すべてダウンピッキングのときなんですね。ですから、タタタタタ、ここですね。ここもそうですね。全部ダウンのときなんですね。ですからそのことをちょっと頭に置いておいてフレーズを練習するといいと思います。で、ポジション的にはですね、押さえるのは1弦9フレット、11フレット、で、13フレット。で、あと14フレットがたまに出てきますね。ですから必ず音が移るときはダウンなんだっていうことを気をつけてですね、音がこう移ったときにアップピッキングになっていたりすると、早くは弾けませんので、必ずその点ですね、注意して練習をしていってみてください。で、あとですね、東宝完全オリジナルのギターとベースの教則 DVD というのを制作、販売しております。で、今画面上にですね、ホームページに飛びますバナーが出ている方はそちらをぜひクリックしてみてください。で、バナー等が出ていない、表示されていないとおっしゃる方は、この動画の下にあります動画説明欄ですね、そちらの方にホームページの URL を貼り付けておりますので、ぜひそちらをクリックしてホームページをチェックしてみてください。